どうもエルカミのエルウダです。はい、どうもデルメシです。ということでね、はい、ちょっとね大きいニュースがありまして、6月23日土曜日なんですが、大きいニュース、はい、ターボーが、うん、彼女公表でネット騒然っていうのがありまして、ちょっとやばいんじゃないですか、ね、人気大丈夫ですか、うん、これ見出しがすごいですよ、はい、みんなのじゃなくなった、ターボーが突如ガールフレンド発表でネット騒然というちょっと待ってくれよ。でね、これはオタクマ新聞っていう多分経済新聞かな、経済新聞、オタクマ新聞、そうですね、日経新聞の子会社みたいな、うん、なんですかね。でこれがね、もう今話題のミクシーニュースランキング1位、あら、独占ということで、すごいじゃないですか、ね、さすが経済、ミクシーも揺れてますから、いろいろね、まあ、サンリオの人気キャラクター、うん、みんなのターボが、1984年のデビュー以来初めてガールフレンドの存在を明らかにし、ファンの間で動揺が広がっています。ちょっと嫉妬がすごいんじゃないですか、今やたらしの電話来てるんじゃないですか。いや、来てるんですね。1984年なんで、私は同い年なんですよね。ああ、そうなんですよ、そうなんですよ、ターボ同い年だった。そう、だから道理で俺人気あるなと思った、みんなのって感じがあるなっていうのはあ、そうこの世代なんだなっていうね、まあ、はい、お互いもうちょっと努力した方がいいんじゃないですか。そうか、格闘家の青木真也さんも同じ年ですから、やっぱみんなの感がすごいでしょ人気者が入るの、サンリオが発表したのは、うん、ターボーの新シリーズ、うん、34年間の感謝の気持ちを込め、うん、みんなのターボーダンスデザインシリーズとして多数のグッズが6月20日から販売をスタート。その中に描かれているのはターボーのガールフレンド、ナコちゃん。ナコちゃん、そうですよね、また可愛い名前、可愛い名前で愛らしいですな。だこれを仕掛けたってことは、うん、もうサンリオの逆襲なんですよ。何、ディズニーランドが今年35周年なんですよ。おね、34年間の感謝の気持ちを込めて、ターボー34周年、サンリオが送った資格がターボーだったんだよね強敵だよ、強敵よ、ターボーは。どうですよ、ね、もグッズなんか持ってましたからね、あ、子供の時、我々あのサンリオ世代ですからね。そうそう、ケロケロケロッピが流行ったり、そう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 、うん、鬼のやつがいろいろありました、ね、ハローキティはね、今も流行ってますけど、はい、ねえ、なるほど、ターボー、ね、ターボーですよ、うん、で一時期消えたんだけどね、ターボーは本当は。クレームでね、そうなんだ、鼻ずっと垂らしてるからっていうので、うん、そのクレームで消えたよね、ターボー。ああ、そうなんだ、うん、いなくなったはずなんだよ。公害思い出すから、公害、いや、まあ、鼻水ね、それはそれでそうなんだよいろいろあるんだよね。だね、でナコちゃんが公式ツイッターで堂々交際宣言という、あ、でネットでは、うん、これじゃあみんなのターボーじゃなくてナコちゃんのターボーじゃないかーと叫んでいると。もう叫びがもうつぶやいてないです、叫んでますからね、タボロスがタボロスタボロスじゃなくてタボロスが、ねえ、はあ、いいじゃないですか、すごいですよこれ、ね、ターボも何があんなね、ニコニコしながらね、色気づいてやがったってこと。いや、そうなんですよ、あの見かけによらねえな、よらない。サンリオとねディズニーの戦争はもうこれリオのカーニバル、けが人が出るっていうね、うん、サンリオのカーニバルと私呼んで、ナコのカーニバル、ナコのカーニバルでねえ、はい、あとはね、はい、フィフィ怒り、うん、同郷の元力士大砂嵐に反省が先。なるほど、日韓スポーツなんですけど、はい、エジプトの現ナオコことフィフィがですね、そのことか、これは嘘つけ、日韓スポーツに書いてたような気もします、もうそのままあれだよね、はい、先ほどに移した結果だよね、そうです、俺の手が勝手に動いて、勝手に動いて、同郷の元力士で今年1月に無免許運転で追突事故を起こして引退した大砂嵐に、うん、反省の色が見られないとして厳しく非難した、うん、でフィフィがエジプト出身の42歳、うん、で大砂嵐がエジプト出身26歳なんですよ、うん、めっちゃ年下じゃん。なんでこれエジプトの芸能界にもピラミッドがあるっていうおお、なるほど、すごいでしょ、ピラミッド、先輩が怒ってる、フィフィを頂点とするファラオ、フィフィ、それ本当に喧嘩したら大砂嵐のが若干強いね。すごいでね、大砂で怒った発端があってね、うん、大砂嵐は21日男児が誕生したことをツイッターで報告し、うん、この子のためにも一生懸命練習して強くなります。必ず家庭を幸せにします。と意気込みを綴ったが、フィフィは、いや、反省するのが先。支えてくれた親方やファンを裏切ったんだから。法律も規則も舐めてる。女にもだらしないと。なるほど、バッサリ切りせろ。なるほど、ちょんまげごとですよ。バッサリ切りせろ。ね、あの断髪式、フィフィ。断髪式ですよ。あとこれ仲裁できるのも一人しかいないですよ。なんすか、吉村拓司さん。日本とエジプトをつなぐ男、ね、3人でね、うん、ちょっと花丸木でも飲んで、ね、落ち着いていいですね、うん、で3人がこうその三角関係をまた新旧ピラミッド対決っていうね名付けて、ね、あ、いいですね。でね、大砂嵐は総合格闘家に転身し、うん、雷神という団体に参戦する予定だが、うん、フィフィは格闘技オファーするのもどうかと思うけどねと。うわー、すごい、いろんなとこにもまさかの高田の彦にも噛みついたすごいですよ、高田対フィフィ
対大塚嵐対吉村拓司。なんでそこ吉村拓司負けたら即ひげ剃りですねえ。でね、同郷の人間として恥ずかしい、この国を舐めてるし母国を背負ってる自覚もないんだよ。なるほどね。どあなるほど、同郷としてちょっとそこをちゃんとね、みそぎというか、そうですよ、しっかりしてくれよっていうことだよな、うん、ここまで国のことを思ってるのはもう女ラモス類の称号を挙げてね。ただラモスの母国は日本だって。日本ね。これがねあるということなんですけどね。フィリーさんはあれなのか、帰化はしてないのか。フィリーはエジプトの人なんだろうね。同郷の元力士って言ってるからね。そう分かんない、はいはい。たまにね、あのフィファランキングちょっとフィフィって読みそうになる時あるよね。フィフィランキング。今1位がオスナルさんかな。忘れちゃったから。まあ、ワースト1位じゃん。誰に怒ってるかランキング。そうだね。フィランキング。そうそうそう。反則するとどんどん上がってる、ね、はい。あとはね、はい、イチロー変装してベンチにいた。ああ、見ました、ね、あ、見た。写真見ました、私。あ、誰に変装してるんですか。あ、今読みましょうか。サングラスに口ひげ、フードを目深にかぶった男性。うん、AP 通信は21日のヤンキース戦の試合中、うん、変装した姿でマリナーズベンチにいたイチロー選手をカメラマンが捉えたと伝えている。うん、なるほど。ねえ。試合出たかったのか。俺は日露の影響なんじゃないか。変装、ね、日露で日露は毎日ランニングを怠らないから、うん、お互いにいい影響を与え合ってるっていう。ねえ、あれ誰の変装なんですか。分かんないね。サングラスに口ひげっていうのはね、なかなか分かんないですけど、うん、マーシーぐらいですか。クワマ、クワマのメガネですか。アメリカで伝わんねえだろ。ね、俺も失礼だろ俺。でね、ちなみに日露さんはその毎日ランニングと素振り、体幹トレーニング、うん、でビールも一郎が CM やってたキリン一番搾りしか飲まないそうです。うわぁ、ね、律儀な人ね。律儀ですね。すごいね。すごいよ本当。自分のことをこう、うん、商品というか、はいはい、ちゃんと価値として見て、すごいですよ。すごいですな。だから本当に俺らと一緒にライブ出た時に日露のキャラやめて普通の漫才やってたことは黙っておきます。必ずも生涯一郎かっていうのが分からない、ね、そこまで一緒だったら大変ですから、うん、でね、一郎選手は球団の特別補佐に就任し、うん、試合中にベンチに入ることは認められておらず、はい、1回が終わるといなくなっていたという。あら、バレたバレた。やばくない、一郎初の反則行為じゃないですか。反則行為だね。だって1回はいたんだからね。一郎ね、話題こと書かないね。ことかない今ね、結構確かね、うん、もう大丈夫なのかもしれないけど、マリナーズがね、外野手不足がちょっと怪我とかであったんだよね、はいはい、だからちょっとイチローのその今季出ないみたいなこと早すぎたんじゃないかっていうのもちょっと出てたんだよね。外野手が足りてないんだ。怪我とかなんか多かったらしてあんのね。そうそうそう、ワールドカップもね、数出ないのちょっと早すぎるんじゃないかっていうのもありますしね。一応ロシアはこの間入りましたからね。あれスーツで行ってたのはあれ何で。俺多分なんだろうな、俺普通にでもマスコミに聞かれてたね、あの、ジャパンで一言お願いしますさ、うん、西野はよくやったって言ってね。西野明監督あれ、ね、だから同世代なのかなと思って呼び捨てしたから、うん、でも12個上だったけど。そういう感じじゃない。いやでもほら、いろいろほらオリンピックじゃないけど、はい、俺ね、まあ進行があるだろ、すごい、うん、そうだね。そ、うん、イチローはね、1回が終わっていなくなったっていうんで、うん、意外と裏表があったのかなっていう。どうですか。落語家の、はい、ありがとうございます。大変落語家の分かりづらい感じの人が出てました、ね、あとこういう使い方すると落語家の人に失礼なんじゃないかって最近思うようになってきた。違う意識あるだろう。今のプロレスとか言って、プロレスに失礼だろっていうのがあって、プロレスなんかその演出した戦いをプロレスっていうのは失礼だろってなって、でもそれを思ってたのに、うまいこと言ったね、俺落語家じゃないんだからって言ってるのは。いやったね。ね、それも落語家さんからするともう失礼な。三遊亭好楽師匠に失礼ですよね。そうです。謝れたもん。言ってるじゃない。好楽師匠に謝れ。あとね、ハビエル・フェルナンデスがサンシャイン池崎に炎の体育会 KTV 出演。ああ。で、ハビエル・フェルナンデスってわかるんです？あの、はい、ピョンチャンオリンピックの男子フィギュア銅メダリスト。フィギュアの選手です。あの安藤美姫とちょっと噂があった。ああそうなんだ。そうそう、だからハビエル・フェルナンデスは、うん、まあ、今日放送なんだけどこの番組は、うん、イエーって多分言うんですよ。あで安藤美姫はもう画面を見てイエーって言うんですよ多分。ね、そうか、噂がありましたから見せないで。でね、これね、どういうことかというと、石川県金沢市に住むフェルナンデスの大ファンである10歳の女の子にサプライズを仕掛ける、うん、ああはい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 、そうですか。10歳の女の子でハビエル・フェルナンデスの大ファンっていうこのセンス、まあまあ、まあ、素晴らしい、素晴らしい。なかなかいないですよね。で僕なんてね、
もう本当小さい頃好きな選手は、ね、って言われたらその時やっぱカズとか言ったりしてたわけじゃないですか。フィギュアだったらあの伊藤みどりとか伊藤世代でもねえんだけどその時なんか空席なのか俺はと誰なんだろうね。フィギュア違うわあれだ荒川静香だ。あーでも20歳ぐらいだよ。でも10代はなくね浅田真央荒川静香があそうね10代はフィギュア自体が荒川静香ぐらいからでしょ。だってそうでしょ、うん、浅田真央ちゃんとあとの子とかでしょ。ねえ稲葉ウアーなんていまだにあのもう知られんだからね。そうだねちょっとのけ取ったわけでね、はい、なんとかバウアーですよ。そうマナバウアー中西学のねマナバウアーから取ったやつだと、うん、あの相手のラリアットを受けるときにブリッジするのマナバウアーって、ね、で相手の足をテニスラケットのように狩る技をマッケンロー、そのままもじれそのままマッケンローじゃあ稲バウアーとマナバウアー稲バウアーとマッケンローにするのかマナバウアーとマナケンローにするのかな。マッケンローグルの、まさ、ま、学ぶの間なのかな実は。いや、嘘。ダメでしょ。ねえ。でね、スケートリンクで練習している女の子のところに、うん、サンシャイン池崎に変装したフェルナンデスがそっと接近する。うん、そして、空前絶後の王や、うん、ジャスティスなどと叫ぶと。うわ。これはね、ネットの噂よ。うん、安藤美姫さんの子供の親、ハビエル・フェルナンデスってあるんです。はい、だけど、結婚して席は入れてないというので、まあ、実際どうかわかりませんよ。うんただね、その状態でジャスティスって誰が正義を叫んでんだということなんですよ。ああ、どうですか。その人は普通に会いたくないのかな。俺は普通に会いたいけどね。だから普通にフェルナンデスが機嫌損ねて帰るのにフェルナンデスのファンである10歳の女の子ってるけど、うん、サンシャイン池崎のファンである10歳の女の子そう、そうなんですよ。じゃあ普通の女の子ってあれですか、外国人の人何してんだろうっていうリアクションになるのかなと予想はしてます。何かその並走を取った瞬間ボカッツレを打つからねえ。あとかつてねサンシャイン斎藤っていう斎藤匠さんもやってたんですよ。ガキツカかなんじゃないですか。そうお笑い界と俳優の世界を文字通り壁ドンしていく男と私は呼んで。ああなるほど。ジャスティスって叫ぶんですけどあんだけ昼顔で不倫してた男が何を正義を叫んでたの。いやいや影響されんだよ、ね、ドラマだよそうだねドラマ本気がねえ、うん、そんなことはありましたはい、ということでね、はい、あのパトカーの審査員にキュイーンという高知県警が試みっていうニュースもあって、え、それはそう、うん、ビーズの稲葉さんのキュイーン入ってるってことですか。ビーズの稲葉さん、松本さんだ、松本さん、はい、違う、あのギター、ベラ、分かんないけど、ギター、違う、キュイーンが結構ね、好きの、意外松本さんのキュイーンが。あ、それ入るんだね、音が。結構なんかほら、ギターさんの時にキュイーンっていうのが、俺があんま聞いてないからかもしれないけど、俺好きよ、あれ。なるほど。あのうーとなる低音が交差点ではキュイーンと耳をつんざく高音に変わり10秒ほど鳴るというのを高知県警が、試み、これは全国の警察で初の試みというなんですが、うん、朝日新聞デジタルだったんで、はい、これ文字なんですよ、キュイーンって、はい、俺はもしね、実際聞いてキュイーンじゃなくてキュルイーンとかだったら、とかだったら俺はこの配信中に朝日新聞デジタルに電話して、うん、あの間違いを認めさせますよ。お前、情念つかせたもんお前昨日トップ記事やったから常年司だろそれやったやっぱりね、うん、この2人とも拾えるっていうのがねやっぱりあの漫才がこうあるべきだって素晴らしいですよ。いいよ今の気持ちやんなくていいんだよ。水戸橋博士がね公開収録ライブで言ってくれた一言ねあの、うん、俺らを褒めたたえてるところを、うん、単独ライブの煽り V で使えないかっていうのをねハードル上げてから聞いてであの、はい、H ブルーって博士の H をあのスクリーンに映してから出てくる怒られる怒られるわ怒られるわH だから。お前はいじるな。H だからピンクにして。ピンクにして。H ピンク。ビンビン。あ、やばい。水道橋博士の代表だけブラックビンビンテレビみたいに言うな。今の10代の人がそれ思ってるから。説明すんな。説明をするね、はい。ということで。じゃあまた明日、はい、配信しますよ。お聞きになってください。はい、お願いします。